テニスの全仏オープン女子ダブルスで加藤美衣28ザイマックス海ミの失格を審判に訴えたボールガール事件で世界中から非難を浴びたマリエブズコバ25チェコが7日に開幕したナショナルバンクオープンカナダモントリオールでパートナーをサラソリベストルも26スペインカラシュリン29中国に変えてエントリーした 理由は明らかにされていないが、ブズコバに続いて、自身の SNS も飛び火するかのように、炎上、したソリベストルモが、そういう状況を嫌いペア解消を望んだのかもしれない。画像、お尻に注目、スポーティな白黒コスチュームのラウンドガールが世界戦に花を添える。ソリベストルモの SNS にも非難の声が殺到。ペアを解消したのか それとも一時的な別離なのか、8月26日に開幕する今年最後のグランドスラム大会の全米オープンへ向けた前哨戦の一つとして、7日にカナダモントリオールで始まったナショナルバンクオープンで異変が起こった。女子ダブルスには、加藤とアルディラスーチャディー、28、インドネシア、グミをはじめ、総勢で28ペアがエントリーしたが、 さきのウィンブルドン選手権でベスト4に進んだブズコバがパートナーをソリベストルモから主輪に変えたのだ。ブズコバとソリベストルモは今年6月の全仏オープンでペアを再結成。3回戦で加藤、スーチャディ組が失格になったボールガール事件でベスト8に進むと続くイーストボーン国際、イギリス、さらにはウィンブルドン選手権にもペアを組んで臨んだ。 昨年限りで引退したダブルスのスペシャリスト、ルーシー・ハラデツカ、38、チェコ、とのペアを解消した同4月以降の WTA ツアーで、ブズコバは、延べ12人の選手とパートナーを組んで女子ダブルスを戦ってきた。今年4月には、後に因縁となる加藤とペアを組んでボルボカーズオープン、米国、に出場、1回戦で敗退している。だが、ソリベスト・ルモトは、4度ペアを組み、 昨年4月の BNP パリバ選手権イスタンブールでは優勝するなど、ようやく不動のパートナーを見つけたかと思われていた。ブズコバは以前、チェコメディアのアイロジェラスのインタビュー取材に対してソリベストルモの存在をこう答えていた。サラは私の代の親友で、ほぼ毎週のように夕食時には一緒に出かけています。 コートから離れた時にはカードゲームなどに興じて多くの時間を過ごしています。ウィンブルドン選手権後に休養をとっていたブズコバは母国チェコで先週に開催されたプラハオープンの女子シングルスから全米オープンに向けて再スタートし、ナショナルバンクオープンからは女子ダブルスの戦いも再開する。このタイミングでパートナーをこれまで一度もペアを組んでいない主ンへ変更したのは全米オープンでは ソリベストルモとのペアを解消して挑むことを示唆する動きと考えられる。息の合っていたソリベストルモとなぜ、別離、するのだろうか。現段階で、ブズコバ、ソリベストルモが何も発信していないため、理由は不明だ。もしかすれば、ソリベストルモが怪我でもしたのかもしれない。しかし、スポーツマンシップに著しく欠けるとして、世界中から非難を浴びた全仏オープンの、 ボールガール事件の影響が大きくのしかかっている可能性も否定できない。全仏オープンの後に二人は対照的な姿勢をとってきた。